時に僕のいないところに来て電話するっていうところがちょっと怪しいのかなと思って。はいどうも、ジャックポットです。今回、ご依頼いただいたんですけど、前々からちょっと DM で相談いただいて、今回の内容で言うと、まあ、彼女さんが仕事をしてるみたいなんですけど、まあ、その仕事がキャバクラって言ってるんですよ。はい。でキャバクラに、確認したところ、まあ、その彼女さんも在籍してないし、写真も見せたけどそういう子はいないって言われて、でもしかしたらちょっと浮気してるんじゃないかみたいな。でまあ実際に結構仕事の時って連絡は取れないんですよね。全然取れないですね。今日はちなみに彼女さん仕事を、今日は仕事って言ってました。今はちなみに連絡取れないですか？連絡は全く取れないです、うん、彼女さんとは付き合い自体は長いんですか？付き合ってもう2年ぐらいになります、うん。まあ、その間に今まででこう浮気とかをこう発見したとか発覚とかはなかったんですか？そうですね、怪しい部分はあったんですけど発覚はなかったです。一緒におる時以外は全く連絡も、そうですね、何をしてるかわからない状況です。まあ連絡取れないってほんまに仕事中やから連絡取られへん可能性もあるじゃないですか。はい。でお兄さん的にそれ以外でこうちょっとなんか怪しいなっていう部分って何かありました？一緒にいる時に電話出る時は必ず僕のいないところに行って電話をするっていうところがちょっと怪しいのかなと思って。あ、お兄さんの前では電話一切取らないんですか？そうですね、一回も取ったところ見たことないです。まあいろいろ僕も相談とか受けてる中で、まあ、結構そのパターンって仕事って言ってその間こう例えば違う人と浮気してるとかそういうパターンも結構多いんで、ちょっと尾行とかもしたりさせてもらうんですけど、はい、その時もし浮気発覚したとしたら、はい、どうするんですかね？とりあえず一度話をして今後のことについてもちょっと話したいなというふうに思ってます。浮気してるとして、もしと、まあ、突撃とかっていう形になったら、まあ、相手の人とか多分出くわすことになると思うんですけど、まあ、絶対手とかは絶対あげへんように、まあ、ちょっと彼女とかにもそうなんですけど、できるだけまあ気持ち的にはちょっと抑えて、まあ、2人で話する機会を僕らも作るんで、はい、まあ、トラブルなくしっかり話し合いできるようにやっていきましょう。僕らも協力するんで、お願いします。じゃあ行きます。お願いします。お、出てきたっぽいな。待ち合わせ相手ですね、多分。どうした？すいません。ホテル入りました、ホテル入りました、ホテル入りました。今連絡があって、はい、まあ、男の人とやっぱり合流してたので、はい、まあ、多分、まあ、もう浮気は確定なんで、はい、大丈夫ですか？行けますか？はい、行きます。ちゃんと話して、はい、しっかり今後のことを考えていきましょう、はい、とりあえず場所聞いてるんでそこまで行きましょう。お願いします。お疲れ。とりあえず入りましたね、ホテル。でもなんか結構よそよそしかったんですよ。そうで、ちょっと言いづらいんですけど、ここちょっと立ちんぼの女の子たちが立つところなんですよ。じゃあ浮気
じゃないか、浮気じゃないかもしれんし、まあでも待ち合わせっぽいっちゃぽかったし、言われてみれば立ちんぼでお客さん待ってたみたいな感じもある。ああ、なるほど。うん、でまあ場所が場所やから、立ちんぼって、立ちんぼっていうのもなんかなんていう、個人的にやってる風俗やねんけど、もう許可とかも取ってないから、うん、まあ、よくはないな。仕事を教えてくれへんっていうのとかも、まあ、含めたら、まあ、可能性はゼロじゃないよなっていう感じかな今は。そっち系の仕事やったらさすがにショックですね。そうですね、まあ、とりあえずじゃあその入ったホテルから出てくるまで、今入ったばっかりやからちょっとまだ時間空くと思うねんけど、まあ、ちょっと待たなあかん感じやな。オッケー、ちょっとコンビニだけ行ってくるわ。出てきて、で多分そのさっきホテル入った人とまた別々なんで、ああ、ね、あの別れて、そう、まあ、で別れてまた今立ってる状態やね。で場所的にもそうやから多分立ちんぼちゃうかなと思うねんけど。マジですか。一応心理、そうやな、俺がじゃあ一回話聞きに行くわ。そうやな、俺ちょっと喋りかけてみて、ちょっと離れたところでもしあれたら彼氏さん僕と一緒におってもらって。わかりました、はい。さっきホテル入ってます。はい、そういう感じの人ですか。なんか あるんですか。ホテル行きたい人、別で2で行ったり。別でっていうのは、ホテル代別で2万ぐらいで。ああ、なるほどね。で一緒に行けるっていう。あ、そうです。そう、いや、別にそうではないんですけど、僕自身は全然遊び気がないんじゃないから、ちょっとどっか行ってほしいなって思うんですけど。ああ、そうですね。まあでもこれってやってることダメですよね。なんでそんなこと言われないといけないんですか。だってお金もらってやってるってことですよね。お金もらえへんかったらやらないですよね。ちょっとよくわからないんですよ。知り合いに電話するとかじゃなくて、あ、なんか変な人に絡まれてるから早く行ってほしい。あ、それやったらもう俺も呼ぶんで、あ、もうその人呼ばんでもいいし、とりあえずもう僕もちょっと呼びますね、ちょっと知り合い。シリー、お前これ知らない。え、やんの付き合ってんの、や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 ん